平野氏仕がビリオネアになる赤西仁、ルートで中国で再デビュー受けた違い収入が狙える黒詐欺での大陸絶賛演技。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるようにチャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。5月22日神宮寺雄太25 とともにジャニーズ事務所を退所した元キー、NG ・ n g o p スの平野市要26。海外進出を目指す以外は退所後の具体的な動向は見えてこないが、6月8日発売の女性セブン小学館では平野の進路について、地方のアメリカ、韓国に次ぐ第三の可能性が報じられている。 平野さんは退場前から中国へ進出する計画を知人に相談したりセルフプロデュースの方法を調べていたと報じられています。同じくヤメジャニでは元キャットタンへの赤西仁さん38が 今年4月13日、中国で動画配信サービス、ヤクーで配信開始された、デイモンドラム、林峰、主演のファンタジードラマ、両運心し、で活躍している前例がありますね。女性史ライター。両運心し、和声勇気をベースにした展開の戦いを描く、物語。赤西は戦神大岩を演じている。 赤西は中国の SNS サービス、ウェイボーを利用しているが、赤西のアカウントには用意はの写真や、それに対する現地ファンからの絶賛の声が相次いでいる。赤西さんの前例があるだけに報道の通り平野さんが中国進出する可能性は十分にありますよね。 平野さんは、ウェイボーでも、ハッシュタグ、平野仕様、の閲覧回数が1.5億回を記録していたり、中国ではビスケットちゃんの愛称で呼ばれていたり、大陸での人気は高いようです。全能。平野に限らず、中国では好きなアイドルなどを食に例えた愛称をつけて呼ぶ習慣がある。一例では、長沢まさみ、36。 はごまペースと意味するメイジーヤングをと呼ばれており、長沢も気に入っていることを、第22回上海国際映画祭で明かしていた。平野さんの中国人気についてはまず2019年公開の主演映画かぐや様は小倉世帯、が翌年に中国大陸でも一般公開されていたのも大きいでしょうね。加えて、キー・エヌ・ジー・アンド・ピンスル。 日本テレビ系が中国で人気だった他2022年10月クール放送の主演ドラマクロサギ TBSK で見せた流暢な中国語も話題を集めたそうですよ。どう四角中国人のトップ俳優は年収100億円超えクロサギは平野演じるクロサが両親の敵を撃つべく詐欺で復讐する物語。 第5話では中国上海を舞台に旧敵三木本、縁、坂東や十郎に対して詐欺を仕掛けた。そこで三木本に騙された中国人を抱き込むべく取引を持ちかけた際、三木本に騙し取られた20億俺が騙し取り返してやるよ。と、不敵な意味で黒崎、平野が中国語を話す場面があったのだ。当時のツイッターではネイティブのファンも 北京のファンですから仕様が中国語を話すのを聞いてとても楽しかったです。すごいです。ね、仕様くん中国語の発音がうまいです。と、平野の中国語を称賛する声もあった。平野さんが中国進出し成功した場合その収入はとんでもないことになるでしょう。ね。 中国はアメリカの経済誌、フォーブスが発表した世界ビリオネアランキングで全2755人のうち745人のビリオネアが中国で暮らしているとされていたり、非常にマネーパワーのある国ですよね。それは芸能人も同じだと言いますよ。あまりに収入が多すぎて、脱税が社会問題になっているくらいです。前での女性誌ライター。 例えば、2018年の朝日新聞は中国のニュースサイトの調査2017年を引用し、中国の人気女優であるハンヒョウヒョウ、ハンビンビン41の収入が2億4400万元、約40億4000万円に達し、中国芸能界の所得番付でトップに立っていたことを報じている。 なお、こうした青天井なギャラは問題視され、2018年に中国では映画やテレビに出演する俳優の報酬を制作費の40%に制限するという規定を発表している。それでも日本と比べると相変わらずギャラはとんでもない額です。年収100億円を超えると言われる俳優も珍しくありません。 平野さんも中国で人気を獲得すればビリオネア10億円を超える収入を得るチャンスもあるかもしれません。運動神経が良くて筋肉質だしアクションスターの道だってあり得る。現時点でのポテンシャルはすでに進出をしている赤西さんよりも高いのではないでしょうか。全能。黒崎では黒崎として上海で暗躍した平野。 俳優、タレントヒラの仕は中国のどの大都市で活躍するのだろうか。四角ネイティーブ絶賛ヒラの仕様、クロサギで見せた国際派俳優を期待させる一言。クロサギご話の予告映像。中盤のシーンで平野の中国語が確認できる。